をしています。ベテランの域に差し掛かっている。今年27歳になる五波スポーツクラブ5年目です。その同期です。さあ世界チャンピオン五波スポーツクラブ内村航平の跳馬です。6年連続世界チャンピオン、オリンピックと合わせて7年連続の世界チャンピオン。今日はリー・シャオペンは封印、シューフェルトです。完璧に止めたい。大半ひねり、おっと少し前に跳ねました。そうですね、まあ、余裕があったんですけれども、やはりまあ急な演技構成の変更ということで、まあ、この練習をまあ突き詰められてなかったということがまあ原因としてあるかもしれません。はい、ただ余裕のある実施です。はい、高さはありました。 6.2 から 5.6 に下げているわけですからね。はい、内村らしい美しい実施が見られました。シューフェルトしっかりと決めています。まあ、着地以外は減点するところが見当たりません。あ、そうですか。はい、やはりこれが世界のチャンピオンの美しさというところ見ましたか。そうですね、床を演技してあん馬を演技して、そしてこの跳馬が終わってあとは鉄棒です。内村の跳馬 E スコア 5.6 E スコア 9.200 14.800 というスコアでした。